が持持つつ分子量約27ケダの蛍光性を持つタンパク質である1960年代に、下村治によって、イクオリンと共に発見、分離生成された。下村は、この発見で2008年に、ノーベル化学賞を受賞した。緑色蛍光タンパク質の構造耳を、GFP タンパクで標識された。 マウス緑色蛍光タンパク質遺伝子を組み込んだ大腸菌オワンクラゲの生体内ではイクオリンと複合体を形成している。イクオリンは単体では細胞内カルシウムを感知して最大蛍光波長460ナノメートルの青色発光であるがオワンクラゲの発色細胞内では GFP がイクオリンから冷気エネルギーを受け 最大傾向波長508ナノメートルの緑色の傾向を発する。GFP の緑色傾向の発色に関しては、下村の一連の研究により提唱された発色弾の分子構造モデルをもとに、十数年を経て1990年代になって発色弾の分子構造が確認された。GFP 分子内での発色弾の形成には、 自己脱水結合のみで十分であり、酵素など多分子の助けを必要としない。GFP は冷気孔を当てると単体でも、傾向発行する。下村による、その発見から34年を経た1990年代、ワードプラッシャーらのグループが、GFP 遺伝子の同定、クローニングに成功、チャルフィー、チエンらのグループが、 トランスジーンとして、異種細胞への GFP 導入、発現に成功した。GFP の発色は機質を必要としないことや、単体で機能するなどの特徴から、また、発色段形成に、酵素反応が必要でないこと、異種細胞への発現方法が確立したことなどから1990年代に、レポーター遺伝子として広く普及した。 野生型タンパク質をもとに遺伝子工学によって、蛍光強度や波長特性、知的温度、発色弾形成速度など、様々に異なる改変型 GFP が作られている。GFP 及び、改変型 GFP は、細胞生物学、発生生物学、神経細胞生物学などをはじめとして最も広く、使われるレポーター遺伝子となっている。GFP は、 リアルタイム、かつ、その場で検出でき、他のタンパク質との融合タンパク質としても機能を発揮することから、特に細胞内のシグナル伝達などに関与する、タンパク質の細胞内極材を明らかにするツールとして、なくてはならぬものとなっている。ただし、実験対象のタンパク質の機能に影響を与える、恐れが解無ではないので、結果の解釈は慎重にすべきである。 ありがとうございます。